それでは日本体育大学の松永キャプテンです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日の試合の振り返りをお願いできますか。はい、今年カンカレーを1位取りに行くっていうチームの目標があるんですけど、その中で前節山梨に0対1で負けたんです。負けてこれを切り替えてこの試合を勝って次につなげようって話をしてたんですけど、思うようにボールが回らず、決めるところでも決めきれず、自分たちのミスも多かったので、次の無沙汰戦に向けて必ず勝ち点3を取れるようにまた準備していきたいと思います。そのミスが多かったっていうのはやっぱり相手がどうこうよりもやっぱり自分たちのというところが強いですか。はい、コミュニケーションどっちで欲しいであったりっていう、そのちょっとの要求であったりっていうのが少なかったのかなって感じました。相手の日大のディフェンスの印象は改めてどうですか。守備、まあ、跳ね返、自分らがクロス入れてもしっかり跳ね返すとか跳ね返されたので、その違う方法で攻撃をできればよかったんですけど、ずっと同じワンパターンだったので、自分らもっと攻撃の手段であったり方法をまた変えていけたらなって思いました。今日の良かった点って挙げるとどうですか。その相手がブロックを敷いてくるのに対してとか、相手が前から来るとかだったり、相手を見ながら攻撃ができたのかなって思ったんですけど、その前に入った時のその次の動き出しであったりっていう、チームで攻撃するっていうことがなかったので、個人じゃなくてチームで攻撃できたらなって思いました。まあ、これからまだ試合は続きます。これからに向けて一言いただけますか。はい、チーム全員でカンカレ1位を取りに行くので、全員このメンバーだけじゃなくてメンバー外も含め、応援してくれる方の期待に応えれるように全員でまた優勝を狙いに行きたいと思います。応援よろしくお願いします。わかりました。ありがとうございました。